はい、ご覧いただきありがとうございます。当店はバルナックライクを専門に修理と販売を行っておりますカメラ工房松下と申します。今回ご紹介するのはこちらはバルナックライカの 3A になりますね。こちらは D3 とね見た目は変わらなくこの1000分の1がある 3A のこちらはファインダーのこの窓が四角い通称四角窓と呼ばれる後期タイプになっております。付属品としてこちらのボディキャップ付属しております。はい、ではまずは外観見ていきましょう。でまずはグッドベルカなんですが、これオリジナルだと思われます。でオリジナルだったものは入荷当時はもうパッカパカこの辺がね全面が浮いてたんですよ。やっぱり接着が甘くなって、で接着が甘くなってたのでそれはしっかり接着をしております。で今浮きなどはありません。なぜかねなんか縮むんですかね、よくねあの純正でよくあるんですが縮みが出てくるのか、この辺ちょっとだけ隙間がある、ぐらいで古いグッタベルカにしては割れなど欠けなどはなくオリジナルを保ってます。いい感じですよ。はい、あとカメラ自体ボディ自体見ていきましょう。軍艦部は特にはちょっとねこのファインダー周りにちょっと擦れ傷みたいのがありますね。まあ下地まで見えるほどではないですね。でこのメッキのくすみですかね、擦れみたいのが少しあって、あ薄く下地が見えるぐらいですかね、この辺がね薄くですね。で大きな傷やへこみなどはないですね。はい、であと底蓋もぐるっとちょっと本当は小さな傷ですね、この辺はね。ぐるっと見てまあ擦れ傷ありますけど目立つ傷はないですね。で、あこちらも同じような感じでちょっとすれメッキの剥がれが下地まで少し見えてますね。そんな感じですね。あとグッタベルカなんですがちょっとこちらが1個だけ少しだけ欠けてます。ほんの少しだけね。まあまあ綺麗な状態ではないですかね。はい、でこちらは当店でフルオーバーホールをしておりまして、その時にこちらのシャッター幕ですね、先幕後幕交換しておりまして、その膜を引っ張るシャッターリボンというものが4本ありまして、そちらも交換しておりますので安心してご使用いただけます。で今巻き上げて、巻き上げもね引っかかりどなくスムーズに巻き上がるようになってます。で今 Z バルブですね。はい、問題ありませんでした。はい、では続きましてスローを見ていきたいと思います。その場合は20の位置に合わせまして、あと好きなご自身の好きなスピードの位置に合わせまして、まずは T ですね、 T 見ていきましょう。 T に合わせて T だと開きっぱなしになります。はい、こんな感じですね。で他のところに合わせれば閉じてくれます。はい、問題ありません。で最後にこの機種の最高速ですね、まあバルナックの最高速1000分の1を見ていきましょう。はい、ちょっと動画では見えませんけど専用のねシャッターテスターで測定をして調整済みです。まあ調整で問題がなかったとしてもシャッターのバウンドや光線漏れなどがありますので、それらを確認するためにフィルムを装填して試写をして問題ないのも確認しております。でフィルムを装填して試写の後にはフィルムの巻き戻しが必要ですので、フィルムの巻き戻しも引っかかりどのなくスムーズに巻き戻ることを確認しております。はい、で続きましてフィルムカウンターですね、見ていきましょうか。今は分かりやすいところにしましょうか。0ですね。はい、1 2 3と、はい、
しっかりワンカウントずつしてくれてます。これが古くなるとね、こちら滑ったりしてワンカウントずつしないのがありますが、その辺もしっかり調整済みです。で、続きましてファインダーですね。レンジファインダー、ビューファインダーともに分解して清掃してますのでクリアです。で、湿度調整の動きも問題ありません。で、20度ははっきりくっきり見えてます。これはね、純正じゃ交換されてると思いまして、本当綺麗に見えておりますし、無限灯でね、合致するように縦灯横灯ずれなく調整しておりますので、とても気持ちよくピント合わせすることができると思います。あと、このスローダイヤルもね、グリス塗ってますので、非常にスムーズにね、指標通り、ピッと止まってくれます。はい。では、このボトムケースの開閉部も、綺麗、スムーズに回ってくれてます。中もこんな感じです。はい、で、もちろんですが、スプール付属しております。中もこんな感じで、特に問題はないです。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。パルナックライカ 3A 後期のご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。